はい、こんにちは、こんばんは、レイです。今回は、過去にね、実際に体験した変わった婚活パーティーというか婚活イベント、に参加した時のね、話を、もう一回詳しく、していきたいと思います。今ね、まさに婚活中の方、これから始める方で、もうすでにね、パーティーね行って、思い悩んでる方、次はどんなね企画のものに行こうかなっていうところで、一つね面白い、ものがありまして、まあイベントというか、散策婚活というね、街をね散策して、グループごとに散策して出会うという、婚活パーティーなのかイベントなのかよく分かんないんですけども、それがありまして、ちょっとバスツアーとかとまた別な、ね、部類になってきまして、とある駅に集合をして、そこでね、そこで出席とか点呼を行って、参加費を集めて、で、参加費はね振り込みだったかな。で、なんかねチーム分けっていうか班分けをされて、例えば A の班、 B の班、 C の班がいて、男女33でねいたとします。そこは大体そのぐらい44だったかな、の人数だったんだけども、でそのスタートが何とか駅で、ゴールが何とか神社っていうところにあって、そこに3チームがシャッフルできるように3箇所にポイントがあって、チェックポイントがあって、何時に次のポイントへって好きなルート通って構わないって、でみんなで散策しながら歩いて、交流深めて、連絡先を聞きながら、またチェンジする。だから最後に第一印象カードとか、告白タイムみたいなのが全くないイベントになりますんで、その話の流れで、LINE とかメールを交換して、お互いに連絡を取り合ったりっていう、ね、ところがありますんで、これの、流れについてと、いい点悪い点っていうところをね、掘り下げて紹介したいと思います。これから参加する方、参加してみようと思う方、ぜひ参考にしていただけたらと思います。でまずはね、チームになって歩いていくわけです。でこれがねまたね厄介なのが、いきなり初対面で、はい始めましてっていう、そこから始まって、もうね大体が男女でね最初別れちゃうんでね、これダメです。これ一番ダメなパターンです。もうお互いに同性はライバルなので、もう抜けがけでも分かりやすくてもいいから、ちょっといいなと思った人の横へ行って話しながら歩くと。でこれ横にずらっと並べないんでね、で固まって前後でしかあと話せないから、もうキープできるわけですね。いい点っていうのは、自分がいいなと思った人とツーショットのチャンスが大きい。別にこう回んなきゃいけないっていう理由、ルールはないので、でちょっと違うなと思ったらすぐにまた移って他の人と喋るって、まあもちろん全員と喋らなければどれでどなたがどう良かったのか悪かったのかっていうかね、評価ができませんので、だからね、臆することなく、恥ずかしがることなく、チェンジするべきですね。もうスッスッと、行くと、自然とね、冷たいと思われても構わないっていうね。でいいなと思った人のところはもうキープして話を進めて、次またシャッフルして離れちゃって、もうねもう会えなくなりますからね。最後の集合場所では会えるけど、その間ではもう絶対に話すことはなくなるんでね、その回だけなんですよ。そこの歩いてる1時間とか50分だったかな、その時間だけが、ね、一緒にいられるん でそうするとまた次チェンジするんですね。男女をチェンジして、次の人とまた始めまして、ポイントでじゃあ向かいましょうかって言ったら同じような形になりますんで、また大体が女性同士で固まっちゃったりするんで、そこは男の人がある程度待っていくと、ね、他の人のことは考えないで、ね、行くと。男の方はチェンジしませんので、だからもうそこである程度こう結託すべきですね。誰ね、なんかいいのいたとかいなかったとか、話しながら次はじゃあなんか頑張ろうねみたいなこと言って、そこはそれだけにしとくとね。で3回目もそれでまたシャッフルして、全員と話せるっていう形になるんで、この中で、いきなりもう1番2番目にあった3番目にあった人の中でもう選ばなければね、ある程度ならないというところ でこれが連絡だけ交わしてて、よっぽど後から連絡来るっていうのはよっぽどのケースです。
大体が誰だっけなっつってみんな忘れちゃってます。歩くのに夢中になっていくポイントの、ね、そこのねポイントスペースへ行くのにね、どこどこって決められたところへ、ね、行くのに必死になって道順とかね、やっぱり詳しい人詳しくない人いるからね、その町で、行ってたね。自分は川越の散策イベントにね参加したんで川越の町は知ってるからね、ある程度一番先頭になってやっぱ歩いてったんだけど、結局そこはダメだったんだけど、ちょっとね相手がいろいろとある方だったんでいいなと思ったんだけど、割愛させていただいてそこはね、ちょっと違うかなというところで、行かなかったんだけど、最後みんなで食事したけどね、3人3人で3対3で最初のチーム同士でね行ったけども、それで最後にね話ちょっと戻します。そのイベントで 3チームじゃあ終わりました、ゴール地点行きました、そこでちょっと自由な時間があるわけです。なんかお参りみたいなのがね、そこは神社だったからねお参りみたいなのがあって、でその間にやっぱり行くべきです。そこで離れちゃったんですよ、ここで最初のチームのところで戻って3対3で、で1人男の人いなかったかな、なんかで男2人と女の人3人で1人覗いた形で一緒にバス乗ってって、駅の方まで行って、なんか夕飯しませんかっていうふうにこっちからやっぱ言わないと、女の人同士でなんか飯行こうとしてたんで、だからもう申し訳ないけどって話をして、ね、邪魔じゃなければ一緒にどうですかみたいなことをちょうど相方の人が言ってくれたんで、男の人がね、自分はあまりもうねこの人はダメだななんて思ってたんで、せっかくだから行きましょうよみたいなことを言われたんで一応行ったんですけども、だからポイントとしては3周終わりました、参加者のポイント来ました、その後で最後一番最後に、ね、やっぱりこの後食事とかねお茶とか行きませんかっていう形でやっぱり誘えるかどうか、っていうところです。ちょっと話の流れで雰囲気のいい人がいたら、ねもう一回ちょっと話してみようということでチャレンジすべきだなと、なんかねどれがどれだかもう分かんなくなっちゃってみたいな、最初の人しか印象がなくて自分の方はちょっと撃沈しちゃったんだけど、例えば2回目これに参加した場合はこれを踏まえて、やっぱりここで吟味しながら、男同士で結託しない、同性同士でつるまないということをして、最後にねもうグループじゃなくてもうツーショットで持っていこうっていうね、1対1で、持ってっちゃった方がいいです。それでダメだったらダメなんでもうしょうがないんで、でもしよければそこで行って次につながるかもしれない、それで連絡がもらえれば、やっぱりそこでそこは婚活の世界なんで、でそのイベントの後に食事行きました、お茶行きました、で連絡先もう一回ね再確認して名前を確認してで別れます。だけどその後自宅に着いてからのまあお礼の大体 LINE とかメールが来るんですよ。大体ここまではね、ここまではみんな一緒で、さらに、そのメール LINE の続きが翌日以降もう毎日は間隔が空かずにせめて1日1回は続くかどうか、これが続かないんで、2日に1遍とかになってきたら多分もうね脈ないです、ほぼないと思います。最初の段階で興味をもう示してないということになるんで、ここはもう追わない形で、ね、無理に入れても仕込んでしつこい男になっちゃいますから、ここがまたね難しいポイントになりますんで、追っていってねこうそうすることもあるんだけれども、大体は婚活というのはもうみんな知り合いのさらに下のレベルの段階なので、ここでしつこくするっていうのはあまりね自分はねおすすめしない。すごくしたところで相手には印象ないわけだから、で印象に残って強く残ってれば絶対に返信がね返りがありますんで、それがないというのはやっぱり印象が薄かった、もう記憶に留めてないということで脈が少ない、あるの脈ありなしで言ったらほぼなしに近い状態になってくるのかなというところで、だから一つ面白いのはその決まった形式でぐるぐる回らないで済む、だから自分が本当に好みじゃないっていうかね、もうあるじゃないそういう、あこの人ないわっていうところは絶対に喋らなくて済むというところはメリットでもあるけど、もしかしたらいい人かもしれないんで全員と話せるパーティー形式の方がメリットが高い場合もあったりします。だから考え方だよね、
見た目で選んじゃう人はそういうのをイベント系行った方がいいし、じっくり話すタイプだったらやっぱりパーティー形式行った方がいいかと思います。それはもうどちらを選ぶかはあなた次第という形になりますので、ぜひ皆さん頑張ってゲットしてください。幸せゲットしてください。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。